はい、6月7日の水曜日です。天気悪いっすね。もう今ね、雨も降ってきちゃった、表、風も強くてね。でもね、さっきまで普通に曇り空で、ね、雨降ってなかったんだけどね。で、今日は、お客さん少なかったですね、非常に。はい、まあ、逆に言うと、なんかそのお客さん少なくて平和な一日でしたね。はい、今はもうすぐ7時過ぎてる。で、今お店にやってきた前足さんとせいやさんと、あと仕事終わりのマッチがそのまま残ってくれてますね。はい、対戦を最後取ってからおしまいってことですね。で、今日はなんと、ディエマの YouTube で有名なシャマさんからメッセージを僕いただきました。 Twitter の方で、はい、告知していいということだったんで堂々と告知しちゃいますけど、なんかご来店、何？シャマさん来る日毎月見てんな。シャマさんだから、シャマさん来る日お前教えるからちゃんと来いよ。お前対戦するんだから、みんなシフトが間に合えば、うん、あ、それはだからどの程度の範囲の告知になるかわかんないけど、みんなで俺が対戦するから、俺がシャマさんと対戦するから、うん、結局みんなするんじゃない？え、そう、違うね、俺がバカ野郎まあみんなする、みんなしてもらおう、うん、このデッキで俺せいやさんに勝ったらせいやさんそのデッキ崩せよというということがあってですね、もう本当にそれだけでなんか、うん、ちょっとね、うん、売り上げじゃなくてもう気分がいいですね。はい、です。うん、だからちょっといろいろはい、準備とかしてしっかりお迎えしたいなと思ってます。またね、順次動きがあった時にはご報告できると思います。はい、じゃあ今日はね、そういうことでした。はい、いいんだよ、やっぱりそういう風にさ、ね、やっぱ本当にその好きなことをちゃんとやってるとちゃんと繋がれるんだよね、きっとね、っていうような気がするじゃないですか、こういうのを。なんかそういう言ってることがだんだん現実になってくるとさ、だからその下道スリーブも本当にできるだろうし、7月29日のオフ会とかもね、楽しみだしね。うん、だからみんなそういうのを見ててくれてる人の応援あってこそなんだろうけどさ、なんか楽しみだね。はい、じゃあそういうことです。はい、失礼します。